こんにちは、デモンストレーターの田原栄一とモデルの池内里奈です。はい、カメラの教室主催講師フォトグラファーの三崎すぐるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、健康ときなのこのスタジオで、この後カメラの教室のストロボとフィルターですかね。そうですね、はい、クロスフィルターを使ってこの池内里奈さんを撮ろうという回があるんですが、その前に先ほど池内さんから聞かれました。はい、さっきの質問もう一つお願いします。わかりました。健康ときなってどういう意味なんですかっていうことをちょっと疑問に思ってて。そうなんですよね、はい、健康ときなってこの会社知らないと何のこっちゃっていう名前ですよね、うん、この会社の名前なんですけども、健康という会社とときなという会社がくっついて健康ときなっていう会社なんです。で、言葉で言うと健康ときなと続けてるんですけど、書くときは中黒が入る、健康中黒ときなだったりするんですけど、じゃあだから何っていうか、だからどういう会社なのって説明にはなってないですよね。健康とときなって会社が合併しました。そうですか。2011年に合併しました。2011年6月なんですけど、じゃあそもそもの健康とときなについて今日はお話ししていこうと思うんですが、はいはい、健康っていうのはここにありますけども、フィルターというのを作ってる会社なんです。フィルターは理解しました？さっき。はい、大丈夫です。カメラのここにつけるやつですね。そうです、はい、そもそも今日その講座ですからね。はい、そうですね。で、ここにね、いきなり出てるのが今ハーフ ND、 ほら上が明るいところだけ暗くするみたいなやつながいきなり出てきましたけど、一番たくさん数が出ているのはレンズ保護。ああ、そうですね。ただ今日池内さんが持ってきたレンズがたまたま初心者があまり持たない広角レンズ、いわゆるデメキンと言われるタイプのレンズ、デメキンタイプのレンズにはつかないんですけど、一般的にはそうそう、あの出っ張ってるからね。あの一般的なレンズにはこの先端部分に保護フィルターというのをねじ込んでおくと、何かトラブルが起きた時にレンズには被害が及ばない。それが一つ。もう一つは、なんか汚れたらと思ってレンズをいきなり拭くのって結構怖いのね。保護フィルターだったら傷がいっても数千円で買い替えできるから、保護フィルターを拭くようにするということなんです。だからデメキン以外のレンズの方はぜひ保護フィルターを使ってほしいんですが、今日はまあ健康の紹介したところね、フィルター作ってる会社ですよ、はい、なんですけど、はい、フィルター以外で有名な製品はあといくつかあるんですが、健康という名前で有名なの一つ、こちらでございます。双眼鏡ですか、はい、これ。もうほら答え言っちゃった。フィルターは多分分かんないなと思って用意したので。双眼鏡。テイク2。まあまあいいです。はい、あ、ところがね、これね、覗き方正しくありません。あ、違うんだ。あの小さいままだから、これだと覗きづらいでしょ。横に引っ張る、引っ張る。あ、え、伸びるんですか？シャキン。ああ、そうなんですよ。おー、本当だ。人の目の幅に合わせてここは調整できるので、自分が覗きやすい幅にしましょうということですね。なるほど、すごい調節できるんだ。あ、ここだ。はい。あの他の双眼鏡でも一般的には丸い筒が2ついてこうやって調節するんですけど、この四角いのをこう横に引っ張ってね、調整できる。ああ、ここの真ん中のそこで、あ、それでピント合わせです。ピントが合わせられる。へえ。なるほど。すごいちっちゃくてよく見えるという双眼鏡。これね、コンサートとかね、あとはあの劇場とか、あとスポーツとかっていう時にポケットに入るサイズ、うん。しかもめちゃめちゃ軽い。そうでしょ。すごい軽いです。はい、ですね、お、軽い。ね、めちゃくちゃ軽い。あの製品によっては軽いものっていうと割と、うん、もうほら光が入る量がそもそも窓が小さいので、うん、見づらかったりとかするんですけど、これね、すごいいいやつなんです。へえー。コーティングっていうのがちゃんとされてますので、うん、光の透過率が良くって見やすい、うん、なんかちっちゃい割に見やすいから、うん、まあこれぜひ何かプレゼントにとかいう時にね、うん、しかも色がいいですね、これかっこいい、赤と黒って、うん、はい、ちょっと高めなんで、あ、そうなんですか、1万円オーバーぐらいな感じです。こういったものを作ってる会社ですよっていうことですね、うん、そしてもう一つ健康というと、うん、真後ろに前に置けなかったのでありますけども、天体望遠鏡です。すごい、はい、まあこういったことでね、カメラやってる人はね、どうしてもフィルターとかっていうイメージがあるんですけど、うん、この通り天体望遠鏡と双眼鏡といったものもやってる会社です、うんうん、
この天体望遠鏡は SW-70A というやつなんですけども、これオープン価格ですから、ここに出てる値段はこの中野のショップで売ってる値段ですけど、3万円を切るぐらいの値段で買えると。こんな大きいのに。意外と思ってたより安い。なんか15万とかするの。はいはいはい。そういうものももちろんありますけど、これはそれぐらいで買えるというものです。ということでね、天体望遠鏡、ぜひですね、こういったものも、夏の、もう夏休みの宿題はないですね。ないですね。はい、もう寝る前に。自然観察とかですね、いう時に、ぜひぜひ、こういったものもやってるというご説明でした。ここまでの説明だと健康しか説明してないです。そうですね。もう一つトキナーというのがありまして、これはね、レンズを出している会社です。トキナーのレンズ。で、今私が手に持っているのはこれはソニー E マウントのレンズで、そちら先生が持っているのがオペラの16から28。はい、キャノンカメラ用のレンズということで、まあいろんなカメラ用のレンズを出している会社。先ほど入り口入って70万円のレンズだって言ってたのがあったじゃないですか。 はい、あれも作ってるんです。70万円のレンズというのはあれはシネマカメラ用のレンズということで映画撮影用のレンズだったりするんですよ。でも映画撮影用のレンズって200万300万みたいなのがあったりしますから、70万円は割とお買い得と言われてるということですね。シネレンズは本当に高いですから。はい、だからその映画用のレンズから皆さんのカメラにくっつくようなこういったレンズまで出してるというのがトキナーなんですね。ということで健康とトキナーの説明まででしましたけど、健康トキナーは他にも今先生が持っていただいているそちらですね、2本目です、サムヤンのレンズ、そうそうですね、はい、韓国のメーカーのレンズですとか、あとこのソニーのカメラについてますツワイスのレンズ、これドイツのメーカーですけども、こういったものも健康トキナーで輸入販売しているという会社です。あとこれもですよね、ゴドックス。ゴドックスはね、これは正しくは健康トキナーの子会社、健康プロフェッショナルイメージングという会社が輸入販売しています。ということでグループにも何社かあるということですね。で、健康とトキナー、じゃあ会社の名前の由来っていうことになると、これなかなか難しかったりするんですが、実は健康っていう名前自体は戦前からあったんです。健康っていう会社のね、会社ってブランド名だけ。実はね、今の健康ができる前に村上商会っていうカメラ関係の機材を販売する業者さんがあって、村上商会のプライベートブランドが健康だったんです。だから工場からフィルター買ってきて、健康フィルターっていう名前で村上商会って会社が売ってたんですけど、その村上商会が倒産した時に健康だけ権利を買い取って今の健康を作ったという歴史なんですね。だから健康だけどね、名前の由来はよくわからないけど、気になってたんですよね。まあ、聞いた噂ではその社員の皆様、取引先様、お客様が健康で、それで商売繁盛になりますように、といったような意味、本当に人の健康を祈る意味の健康で、素敵、なるほど、なんですけど、じゃあ商品、高額製品ばっかしという感じになりますが、実はね、最近はこういったもの、すごい、これはね、アメリカのドライブデビルビスという会社の杖を輸入販売してるんですが、あと車椅子とかこういった人々の健康の補助になるような製品も最近では売ってるということです。ちょっと持っていいですか。どうぞ。あ、でも軽い。はい。でね、ポイントとしてはね、これね、自立する杖なんです。杖ってね、足が悪い人なんだけど離してうっかり倒しちゃうと取れないじゃないですか。だから自立しているのが一ついいところで、しかも自立する杖なんですけど、出かけた時は折りたたみができる。三つ折りもできるんですね。まあこういう、実はね、折りたためる杖と自立する杖はそれぞれあるんですけど、自立して折りたためるっていうのはあんまりないということで。ね、降雪した時に欲しかったですね、これ。まあこういったものもやってる会社ですよということでした。で、健康はこれで説明しましたね、トキナーです。トキナーっていうのがですね、これも最初は東京工機製作所っていう会社の名前だったんで、で、ところがね、昔の日本の制度で、もともとトキナーっていう会社は自分の社名を使わずに
オーストラリアのハニメックスっていう会社に製品のレンズを送って、ハニメックスの名前でレンズを出してもらおうとしたんですって。ところがね、日本の国の制度で輸出するときに製品名がないと輸出しちゃダメって言われるわけです。輸出検査協会っていうシステムがあって。それで名前どうしようっていうことになったときに、実は世界のカメラ賞で今なくなったんですけど、ドイツのフォトキナっていう賞があって、いつかフォトキナドイツのカメラ賞に自社で出せるような会社になりたいね、うん、というところからフォトキナから名前を取ってトキナにしたそうです。へえ。それがまあ1950年にできた会社で、1960年頃レンズを始めたんですけど、最終的にフォトキナに出たのは1960年代後半か70年代ぐらいということですから、まあ、目標を達成までちょっと時間がかかったということなんですけど、そういった世界の舞台のフォトキナからもらった名前ということです。なるほど。どっちも結構昔からある会社なんですね。そうですね。で、今の健康は1957年、創業年は1957年なんですけど、もともとの会社名の源である村上商会は戦前の会社ということでした。結構歴史深い会社なんですね。すごい。ということで、なかなか披露する機会がない私のこの歴史知識をですね、す今日はお話しさせていただこうということで。教科書出ますよ。教科書は出ないけど、テストには将来出そうと思ってます。ということですね、健康ときなにもこういったことでいろいろ興味を持っていただければと思います。まあ、双眼鏡は何かの機械、双眼鏡も天体望遠鏡もですけどね、モデルさんの撮影の時もなかなか使わないかもしれないですけど、何かの機会にこう覗いてみると楽しいかもしれませんよ。そうですね、はい、というわけで今日はいきなりこんな動画でびっくりしたかもしれませんけど、いや、なんか疑問が、はい、解消されてよかったです。はい、健康ときなの歴史ということでお話しさせていただきました、はい、またこのお二人のそれぞれの活動は普段されているモデルさんと先生で、また二人でご一緒でできればいいですね。あ、そうですね。ぜひぜひ。はい、またそういう機会も作りたいと思いますので、はい、ぜひご参加ください。じゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。